どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ポイント残高大公開、2020年キャッシュレス決済などを駆使し、ランキング形式で一番溜まったポイントを紹介ということで、今回は少ーし早いんですが、2020年に僕、ゆずひこがこれまで紹介してきた各社のポイントとかスマホ決済などで、まあ、実際に使って、今現在どれぐらい溜まってるのか、ランキング形式でお伝えしていこうと思います。まあなんだかちょっとポイント残高をお伝えするっていうのはちょっと恥ずかしいんですけども、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければなと思います。 それでは、行ってみましょうということで、早速やっていきましょう !2020 年に一番貯めたポイントということで、まあ、先にお伝えしておくと、まあ、これまでちょくちょく持ってたポイントもあったんですが、まあ、正直今からお伝えするランキングが正直貯めたポイントの順番かなっていう感じとなっております。で、一部ね、もうちょくちょく使ってるポイントもあったりするので、今僕が撮影してる12月11日金曜日現在のポイント状況ということで楽しんでいただければと思います。ということで早速ですね、ランキング形式で行ってみましょう まず第8位からですね。ちょっと微妙なところなんですけども、第8位。 じゃんということで、キャッシュということですね。ということで、こちらキャッシュの画面なんですけども、まあキャッシュね、なかなかちょっと利用頻度少なかったんですが、ここ最近ですね、ちょっと大きなお買い物をしまして、今、キャッシュのポイント残高には1270ポイントという風うに記載されてます。なので、まあ今後ちょっと使うかどうかっていうのは、まあちょっと来年の、来年以降になるかと思うんですけども、今現在は1270ポイントとなっております。で、主なキャッシュのポイントの貯め方なんですけども、もうこれしかないですね。もうクレジットカードと二重取りということで、 で、まあ、ほとんどキャッシュを使われている方はこの方法でポイントを貯めている方が多いと思います。何かを決済するときにキャッシュで決済する。その前にクレジットカードとリンクして使うっていうパターンが多いかなと思うんで、僕はこのクレカと20ドりでこの1270ポイントが今貯まってるというような状況ですね。で、続きまして第7位ですね。じゃんということで JR キューポということですね。 まあこちらに関しては今回初めて紹介するかもしれないんですけども、今現在2633ポイント持ってるというような状況ですね。で、主な貯め方なんですけども、まあ、ちょくちょく動画でも言ってるんですが、JQA ボスカードというのに僕持ってるんですが、これを使って、今、多分ちょっとした初回入会キャンペーンみたいなポイントと合わせて、2633ポイント持ってるというような状況です。 で、これを使ってる理由とすると、まあ、ビザラインでクレジットカードのキャンペーンが終わって、その後にその JQ エポスゴールドにしたいがために今使って、あの、エポス修行というんですかね、今それを行ってるような状況です。まあ、早くちょっと JQ エポスゴールドにしたいところではありますね。ということで、じゃんじゃんいきましょう。第6位、ドンということで、ポンタポイントということですね。これちょっと意外ですよね。今現在ポンタポイントは5240ポイント持ってるというな状況ですね。 で、このポンタポイントの主な貯め方なんですけども、まあ、皆さんご存知ね、ローソンでポイントカードを提示するときにポンタポイントを使うとか、あとはやっぱこれが一番大きいかなと思います。AU ペンのキャンペーンですね。もうローソンでもそうですし、少し前ではユニクロのキャンペーンがあったりとか、今現在もちょくちょくね、20%還元キャンペーンとかもあったりするので、その都度ポンタポイントが少しずつ溜まってってるような状況となっております。そしてあのー、少し前までね、まあ盛り上がってたの GoToEat ですね。その時にホットペッパーを使ってたんで、ホットペッパーグルメですね。その時にこのポン ポイントもちょくちょく溜まってたというような状況で今現在は5240ポイント溜まってるという状況ですそれでは次第5位じゃんということでペイペイということですねまさかのペイペイということですねペイペイとは言ってもペイペイボーナスって言うんですかね今現在ペイペイ残高ではなくてペイペイボーナスの方は9286ポイントではなくて9286円分溜まっているというような状況となっております で、この画面自体なんですけども、PayPay のボーナス運用というのがあります。で、僕自身ですね、もう今現在全部 PayPay でボーナスとか付与されたら全部自動的にこのボーナス運用に流すようにしております。で、これまで追加した残高総額ということで、7040円っていうのがもともと追加して、 ずっと入れっぱしで全く触ってないんですけども、2246円分今おかげさまで増えてるというような状況となってます。プラス31.90%ってすごいですよね、冷静に考えて。ですけども、ちょっとこれ投資に近いので、もしされる際はですね、自己責任で行ってください。 で、念のため PayPay ペイペイの主なため方なんですけども、僕は今、スマホが、まあ、イモバイルを契約しておりまして、その時に、ま、日常的に PayPay ペイペイを使うことが結構多いんですよ。お買い物をするときに PayPay ペイペイで決済する。で、プラスアルファで、あの、まとめて支払いを使ってるので、任意のクレジットカードを紐付けてるような状況、状況なんですよね。なので、今でしたらビザ、Visa9Pay イイクレジットカードとか、JQ エポスカードを紐付けたりとか、そういった方法で、いわゆるちょっとした二重取りを行ってるような感じとなっております。そして、こちらキャンペーンですね。もう PayPay はね、本当にキャンペーンが多い いいのでその都度その都度キャンペーンを使ってはもうこの残高をペーペーボーナス運用に流すというようなことをしておりますまあなのでねちょくちょくたのあの増えていくのがちょっと楽しいのでまあ、目標というのは特にないんですけどもこれで1万円ぐらい到達したら結構テンション僕は上がるなっていう風に思いながらペーペーボーナスをどんどん流していこうかなという風に思っておりますそれでは次は第4位ですねじゃんということで楽天ポイントということですねまさかここで楽天ポイントが出てくるとはですね今の僕の楽天ポイントなんですけども 今出てるように総保有ポイントが13,551ポイントということですね。で、下に出てるように期間限定ポイントが41ポイントということで、ほとんどがまあ通常ポイントということになっております。 ま、ここ最近になって僕自身楽天のサービスをちょくちょく使うようになって、いわゆるそのお買い物マラソンであったりとか、ま、そういったものに参加させていただくことが多くて、それで獲得予定ポイントって書いてるんですけども13、13,185ポイント。ま、ほとんどが多分期間限定ポイントになると思うんですけども、結構今面白いなと思って、ちょっと勉強中なとこではあります。 で、主なため方なんですけども、先ほどお伝えした、まあ、お買い物マラソンとかの楽天市場とかですね。で、続きまして、楽天トラベルですね。今、あの、ちょっと色々ね、話題にはなってるんですけども、GoTo ト,トラベル。もうこれがね、ほんと結構大きいなと思います。GoTo ト,トラベルで予約して、で、その SPU っていうんですかね、あれを上げるためにもそうですし、普通に予約しても結構なポイントももらえたりするので、楽天トラベルも結構大きいなというふうに僕は思っております。で、さらにそこに、楽天カードで決済することもあるので、まあ、結構、随分昔ね、動画にしたことある んですけども、えー、楽天ゴールドカード JCB なんですけどもそれを使って決済をしているのでまあ、それもプラスアルファでポ,ポイントをもらうっていう感じなのでまあ、楽天に関してはねもう本当にポイントの貯め方ってめちゃくちゃあるんですけどもとりあえず僕自身はこんな風に貯めてるという感じですかねそして次に第3位ここまで来ましたね第3位ということでまさかのジャルマイルということで 動画でほとんど紹介してはないんですけども、僕一応ですね、JAL マイレージバンクということで、あの、JAL、ま、のマイルをちょっとちょくちょく貯めてるんですよ。今持ってるマイルが21,496マイル持ってるという感じですね。で、一応これのマイルのまあ目安なんですけども、まあそんなに僕全然マイルには詳しくないんですが、今は多分1万5五千マイルぐらいで、 東京と、まあ、東京羽田と福岡が往復できるっていう感じなんですよね。なのでこれぐらい今持っているので、まあ、ちょっと往復できるかなっていう感じです。 まあ、マイルをね、ガチで貯めてる方からすると、もう僕、めちゃくちゃしょぼいんですけど、一応今はこれぐらい貯めてると。で、主な貯め方なんですけども、で、主な貯め方なんですけども、まずはこちらの JAL カードですね。動画でほとんど紹介はしてないんですけども、一応僕、JAL カードを、まあ、1年今経ってないんですけども、一応作っております。利用頻度は若干下がってはきてはいるんですが、この JAL カードを使ってマイルを貯めたりとか、あとはやっぱここが大きいですね。ポンタポイントを移行して、JAL マイルに変えてると。もう僕のこのマイルはほとんどポンタからの移行がほとんどです。 で、その理由がですね、このポンタ20%って書いてるんですけども、このポンタポイントから JAL マイルに移行するときに、ちょっとしたキャンペーンがたまにあったりするんですよね。まあ20%増量キャンペーンみたいな、その時にマイルに交換したりすることがあったりするので、もううまくそれを利用して交換してるという感じなんですよね。なので、JAL カードはそんなに使ってないんですけども、ポンタポイントをマイルに変えてることが結構多いかなっていう感じです。まあ今はね、ほとんど GoTo トラベルがあったりするので、まあマイルを使って移動するよりかは、意外と GoTo トラベルで普通に料金払った方が安かったりする かもしれないので、まあ、もっともっとね、貯めていろんなところをちょっと行ってみたいなというふうにも思っております。 そして来ました第2位ということで、じゃんということで、LINE ポイントということですね。まあ、ちょっと予想できた方も中にはいらっしゃるのかなと思います。その LINE ポイントの残高なんですけども、今31,091ポイントを持ってるという感じですね。まあ、この LINE ポイントなんですけども、今年になってめちゃくちゃ溜まってる方多いのかなって僕勝手に思ってるんですよね。まあ理由としたらこの主な貯め方に入ってるんですけども、やっぱこれですよね。LINEPEY クレイカ、もうビザ LINEPEY クレジットカードも本当に今最近はね、もう CM バンバン出してはいるんですけども、 えー、今現在3%還元キャンペーンというのをですね、来年2021年の4月いっぱいまで行っているので、この3%をフル活用すれば、結構ポイント溜まりやすくなったりするんですよね。なので、多分本気で LINEPay クレカを使っている方からすると、多分数十万ポイントくらい溜まってる方結構いらっしゃるのかなって僕勝手に思ってるんですよ。クレジットカードの中でも、今現在は本当に LINEPay クレカはマジでポイント溜まりやすいなっていう風に思っております。で、それに続いて LINEPay のチャージペイを使ってね、決済すれば、もう本当に一石二 という感じででねポイントを貯めることができますそして3つ目はこのキャンペーンですね。まあ LINE ってそんなにキャンペーンは減ったっちゃ減ったんですけども、これまでのその5%オフとか10%オフとかのクーポンを使ってお買い物をするっていうタイミングが僕,僕的には結構多かったので、その時にまあキャンペーンというよりかはクーポンを使ってお買い物をしたという感じですね。 そして、流行る第1位は、ということで、じゃんということで、D ポイントということですね。やっと来たかという感じで、気になる D ポイントの残高紹介します。バンということで、29万1835ポイントということですね。いやー、僕の中でも、何十万ポイント貯めたのって人生で初めてなんですよね。 いや、これまで本当ポイントが貯まったらすぐ使ったりしてたので、もちろん使う分には全く問題ないですし、貯める分にも全然問題ないんですけども、ちょっと貯めてみようと思って、今回は D ポイントを結構ガチめに集めてみました。で、そのうちのね、期間用と限定に関しては4,458ポイントという感じですね。で、主な貯め方なんですけども、基本的にはポイントカードを提示してた、最近はポンタポイントが多いんですけども、ローソンでね、ポイントカードを提示したりとか、もうローソン以外の D ポイントの加盟点であれば提示することはほとんど多いです。続きまして D 払い ですね。これはもう期間用途限定がほとんどかなと思います D 払いの通常の還元率が0.5%なのでそれにプラスアルファキャンペーンで使って期間用途限定のポイントを貯めてるっていうことが多いですで最後にポイントサイトもうこれがほとんどですね結構僕動画の中でもちょくちょく紹介をさせていただいてるんですけども例えばモッピーであったりとかえっ、ー、と笑うであったりとかチョビリッチとかあともう一つ EC ナビですねこれらのポイントをまとめて結構 D ポイントに移行させたんですよねまあ、その理由としたらね結構の方がもうご存知と思うんですけども以前と 動画で紹介した D ポイント15%増量キャンペーンですねまあ、これがあったので今回はまあかなりのポイントを僕の中で移動することを決意したという感じですねもともと D ポイント自体は3万ポイントか4万ポイントぐらいだったんですけどももうずっとポイントサイトに動かさず持っててまあ、今回ね増量のキャンペーンがいいタイミングだったんで数十万ポイントぐらいちょっと移動させたという感じですね ちなみにこの溜まってる僕の D ポイントなんですけども、今後のその使い道としたら、普通に D 払いで D ポイントとして使うこともできるし、プラス通常の D ポイントなので、先ほどちょっと見せたあの JAL のマイルですね。あれにも交換することができるので、もしね、タイミングがあれば JAL のマイルとかにも交換しようかなというふうに思っております。で、他にもですね、ちょっと溜め方の例として、D ポイント投資とかもあったんですけども、ちょっとですね、少し前ぐらいルールが変わったので、もうほとんど今 D ポイント投資はやってないんですよ。 ポイントサイトということで3つにまとめさせていただきました。 まあそんなこんなで今回は2020年に僕ゆずひこが一番貯めたポイントランキング形式でお伝えさせていただきました。いや多分ね、これを見た感じ、かなり僕のチャンネルを見てくださってる方は、ポイント貯めてる方って結構多いと思うんですよ。なのでこれを見た時に、わっ、しょぼーって思う人も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、僕からしたら結構このポイントだけでもこんなに貯めたのって結構人生初なので、今後もね、ちょっと貯めるかどうかってわかんないんですけども、うまいようにちょっと使っていこうかなというふうに思っております。で今後につい ついてはねそのビザなインペイクレジットカードの3%還元が終わったりとかあとは最近ちょっと熱いセゾンパラルアメックスこれもちょっとね永久不滅ポイントが貯めるのもちょっと面白そうなので、まあ、そこら辺もねまたうまく貯め方とかも含めて動画にしていこうかなというふうに思っておりますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました